여러분、안ん하세요。もごもご입니다。以前の動画で、スクジョンの話しましたね。自分の王権の強化のために、いろんな家臣たちを、反国という政治の戦略によって殺していた王様だったんですね。で、現在の韓国のイメージで、このスクジョンに負けない、えー、人殺しのイメージがある王様は、三代王のテジョンですよね。本当に今の韓国人にザ・スレイヤーと言われるぐらいの人がこのテジョンなんですけれども、 じゃあ今日はその手順の話をしてみたいと思います。じゃあ、一旦まず手順の手から見ていきましょう。初代王の手順伊尊家。以前の動画で言いましたが、この手が入るのは、最初に国を作った王様に付く名前ですよね。でも朝鮮では珍しく三大王の て、イバオンにも、テジョンという、手がついてますよね。実際この二人の関係はどんな関係でしょうそれを今から見ていきたいと思いますよね。どうして、建国またはそれ同様の教席のある王につく、この手という漢字が三代をテジョンについてるんでしょうか 一た始まる前にですね、今、久々に韓国でタイガードラマとして人気のあるテジョンイバゴンン、まだ日本には紹介されてないと思いますが、近いうちに紹介されると思いますので、ぜひチェックしてくださいね。最近ちょっと、あるシーンで馬で倒れる場面があったんですけれども、その時にージではなくて、実際の馬を使って、その馬の首が折れて死んでしまった事件によって、今ちょっと、 大バッシング中でちょっと放送中止になっていますけれども、まあ、おそらく今年中には日本にも公開されると思いますので、ぜひご覧くださいね。 じゃあ、では話を始めてみたいと思います。高麗の上にはモンゴル族が作った元という国がありまして、実際イソンゲカモンはですね、高麗の一番右上にあるハンギョンドっていう地域を守っていた人たちだったんですけれども、この元に一回負けて降参して、元に所属して活躍するカモになりますよね。 つまり、出身は高麗ですけれども、所属はこの源になります。で、ある日、高麗の王、国民王、高麗の31代の王なんですが、この人が自分たちの昔の土地を取り戻したいということで、戦争を準備するんですよね。それを聞いたこのイソンゲの家族は、私たちはもともと高麗の人だったということで、こっちにクーデターを起こして、この土地をそのまま国民の王に持ってくるんです。つまり、何の 犠牲もなく欲しがっていた土地を手に入れた国民王はイ伊ン家のことをとても信頼することになりますよね。これによってイ伊尊家家族は中央政界に進出することになります。

よねなののでで実際人まいいるが普通だったらしじゃあ、じゃあ、とにかく、イサンゲにとっては、ふるさとの妻、カンには、いたまず今日は、娘たちは除いて、息子たちだけお話ししますね。この、ヒャンチョの間では、5人の息子がいたんですね。イバンウ、イバンゴは、イバンギ、イバンガン、イバンンでした。そして、京町半市には、イバンボンとイバンソクという2人の息子がいたんですね。 特にイ、イバンウ、イバンワ、イバンイ、イバンワンは、若い時からお父さんと一緒に戦場で活躍した武人たちだったんですね。で、その中でイバンウン、で、実際はイバンヨンという一番末子もいたんですけれども、この二人が、あの難しいと言われている、過去試験をパスした、 文人だったんですね。でも残念ながらこのイバンヨンが10代の時に亡くなってしまって、実際家族の中ではイバンヨンだけがこの試験をパスしたエリートになります。<laughs> 先ほどイーソンゲは衆頭に進出したとは言いましたけれども、当時ートで活躍していた家臣たちとしては、イーソンゲは あの、問い中で、ただ勉強もせずに、人殺しをしただけで、漢文もわからない田舎者ということで、イーソンゲをずっと無視していて、イーソンゲにとってはこれがとってもすごいコンプレックスだったんですけれども、息子のイバオンがこの試験をパスしたことで、カモンの栄光になりますよね。なので、イーソンゲはイバオンのことをとっても可愛がってたらしいんですよ。カモンの自慢でしたね。そういったある日、事件が起こります。 高麗の首都、慶行にはですね、当時、国民王の息子、右王がいましたけれども、この右王も、昔の高麗の土地を回復したいということで、中国と戦争を考えるんですね。それによって、イソンゲ諸軍、まあ当時諸軍なんですが、イソンゲ諸軍に、すべての軍隊を任せて、中国を攻撃させるんですよ。それで、イソンゲは、イファドという地域まで、進軍することになります。 この時にイーサンゲはイバンイとイバンガンを連れて行きますが、長男と次男、イバンウとイバンガンはウオによって人質になりますね。万が一、クデタとか起こした時に人質として使うためでしたね。そして先ほど言った試験をパスしたイバンオンはもう家臣になって首都で勤務中でした。 でも、イーソンゲはどうしてもこの戦争がしたくなかったんですよ。本当に、まあ理由はいろいろありますけれども、一旦簡単に言いますと、本当にこの戦争がしたくなくて、あ結局全軍を持って、そのまま U ターンして、アコを攻撃しようとするんです。これが、とっても有名な事件、ウィアド・フェ軍ですよね。 で、これを誰より早く気づいたイーバンオンは、家族をみんな連れて逃走し始めるんですよね。当時はまだクーデターが成功したわけではないので、逆続になってますよね。なので、どこにも歓迎されず、とても厳しい逃走生活が続いたと思いますが、家族としてはこのイーバンオンのおかげで命を救われたことになりますよね。 で、先ほどの話に戻りますと、このイアドヘ軍は、無事に成功してて、当時、高麗の中心と言われている、まあ、実際の権力者なんですけれども、チェヨン将軍を殺して、イーソン家が権力を握ることになります。でイーソン家が権力を握って一番心配だったのは、 人質になっていた家族たちのことだったんですけれども、ーイヴバンオンが家族みんなを無事に連れて、このイーサンゲの前に現れるから、イーサンゲはすごく喜んでたらしいんですよね。結局家族たちが殺されるかもしれないような、そういった心配があったんですけれども、イヴバンオンによって家族みんなが無事だったんです。 で、権力を握ったイソンゲは、ョンモンジュ、ジョンドジョンという天才たちと、とても頭がいい息子、イバンンまで連れてですね、高来の権力を自分の自由にすることになります。 で、一旦まず先ほど言ったウオウなんですけれども、このウオは何回もイソンゲを暗殺しようとしてたので、まあそれを理由で、オウの息子であるチャンウがその次の王になって、ウオウはもう殺されますね。で、チャンウも結局は同家みたいな王だったので、もうすぐ降ろされてまた殺されます。若いんですけれども。で、その後最後結局コンヤン王という人を王様として即位させますが、まあイソンゲとしてはイソンゲの言いなりにしたかったんですけれども、このコンヤン王は、お 高麗の深さのために結構頑張った王だったので、ちょっとイーサンゲンにとっては厄介な王でしたね。 その中でまたイソンゲには悩みがあったんです。イソンゲは先ほど言ったジョンモンジュ。ジョンモンジュは古来最高の天才と呼ばれている人で、そしてジョンドジョン、出世外れの天才。ジョンドジョンという人もとても天才なんですけれども、ちょっと態度に問題があって、出世の道から外れてしまった天才だったんですね。で、この二人がイソンゲの味方になっているので、イソンゲとしてはとても嬉しいことだったんですけれども、一つの問題があったんですね。ジョンモンジュは古来を治すべきだ。古来をそのまま維持して 直すべきだと言って、チョンドジョンは違う高麗を潰すべきだ。高麗をなくして正しい国を作ろうと言っているんですね。さらにここで長男であるイバーンウは長文樹の味方になって、イバーンウはチョンドジョンの味方になって、結局息子たちの中にも葛藤があったんですよね。イーソンゲンにとってはこれはとっても悩みだったと思います。それを見ていたイバーンウはある日高度に移ります。長文術と酒を飲もうというお誘いをして、2人が酒を飲むことになりますが。 この時にイーバンオンは最後にこういったお話をします。簡単に言いますと考え直しましょうという話をします。それを聞いたジョンモンジュは、いや、私は死んでも後来の家臣だということでイーバンオンはここで決めます。ああ、この人はどうしても無理だ、殺すしかあるまいと思ってですね。結局酒を飲んだ後、帰り道で自分たちの部下にさせてこのジョンモンジュを殺してしまいます。 イーソンゲはこのことが分からなかったんですよ。なので、ジョンモンジュが死んだことを聞いて、すごく怒ってしまってですね。で、ここからイーバンウォンとイーソンゲの間には少しヒビが入ってしまいますよねあ。ちなみにこの時に先ほどジョンモンジュの意見にある程度同調していたイーバンウォンもあ、ジョンモンジュが死んだことと、これによって古来がもう滅亡することであ、家族と結構関係が悪くなって、里帰りして、そこで亡くなったと言われています。 とにかく、まあ、いろんなことがありましたけれども、お文樹が死んだことによって、朝鮮は建国されます。古来は歴史の舞台から消えて、朝鮮という国が歴史の舞台に現れることになりますね。 あ、こうやって朝鮮が建国されますが、じゃあお、お父さんが王様になったので、息子たちはもう期待するでしょま、いろいろ何かもらえるんじゃないかな。特にイバウンの場合は、朝鮮建国に活躍したということになるんじゃないんですか長文書を殺して。ただ、初代王のイーソンゲは、息子たちには褒美がないと宣言してしまいます。えーっと つまり、息子たちは自分の家息子だから、褒美がなくてもいいということなんですよね。まあ一旦これによって息子たちはすごく不満を持っているものの、まあお父さんの意志なので、まあ、ここではちょっと我慢することにはなりますが。 その後、イーソンゲはずっと息子たちと何か距離を置いて、チョンドジョンとずっと深い関係を続くことになりますね。つまり、初代王のイーソンゲはあくまで表面的な王で、実際の朝鮮の権力はチョンドジョンが握ることになるんですよ。王様がチョンドジョン大好きなんで、全部何でもかんでも OK してくれるから。それはちょっと息子たちにはすごく不満になるような原因ですよね。 で、そういったイーソンゲと息子たちの葛藤の中、またある事件がありましたが、先ほど言ったように、イーソンゲには二人の奥さんがいましたが、その中で一人、ーイーバンオンたちのお母さんが、ヒャンチョンじゃないんですか。で、この方が朝鮮建国の1年前に亡くなるんですよ。で、その後で1年後に朝鮮が建国されますが、息子たちとしてはお母さんが亡くなったけれども、お父さんが苦労した時にもいろいろ奥さんとして頑張ったので、一旦名誉的にも、まず、正代の王声、 にしてその後と、半を王子にした方がいいよと思ったんですけれども、初代王・イソンはですね、この関死のことをちょっと無視して、阪神のことを初代の王子にしてしまいます。死んだ王子になりますね。やっぱり息子たちはさらにこれが不満になりますよね、自分たちのお母さんなのに。そういった葛藤の中で決定的な事件が起こります。イソンが 生者、後継者をバンソンにすると言いますよね。つまり、一番末子の一番若い子、バンソンに生者をするということで、えー、実際、先ほど言ったイーバン王は朝鮮建国に活躍したし、まあ、ちょっと長男が亡くなっているので、実質的な長男であるイバン王はもういるのにも関わらず、一番末子のイバンソンを生者にしてしまいます。 以前の動画でも言いましたが、朝鮮という国は儒教がメインなので、長男が王様になるのが当然ですよ。特に何の理由もなかったら。でも、イーソンゲはいろんな歌詞の反対にも関わらず、このイーバンソを正座にしてしまいますよね。現代の研究者たちも、これがイーソンゲの最大のミスだと言います。 結局この背景には、自分の息子を王様にしたかったシンド王子の意思がもちろんあったんですよね。そしてチョンドジョンももちろんこれに関わります。実際チョンドジョンが聖者イバンソクを支持したのかどうかは正直今のところでわからないけれども、まあ、とにかく王様の意思なのでこれを従うしかなかったとは私は思いますけれども、結局これによって同じ家族の中でも二つの派閥ができてしまいます。ちなみにシンド王子には二人の息子 子がいてその長男であるイバン,ンもいるんじゃないんですか。でもこのイバンボンの場合は後来の貴族と結婚をしたということで、そうしたらその後継者がまた古来の王様の血が混ざってしまうので後継者のハズレになってしまいます。実際イバンボンはこれにちょっと不満を持っていて、後にある王子の乱でこれが決定的な判断ミスに繋がりますよね。 で、こうやって、後継者になったイーバンソク、小さいお母さんとチョンドジョンの期待に応じるべく、ちゃんと王子様らしいことをやったらいいんだけど、勉強もしないし、で遊びが好きで、まあ、犠牲たちをこっそりお城の中に呼んだりとか、まあ、実際やったらいけないことをずーっとやりまくるんですね。そして、えー、こっそりお城から出て、 民たちの家畜を殺すなど、すごく明惑なことを書きまくるんですよ。えー、ジョ,ンドジョンとしては、今、イバンオンたちも、まあ、警戒しないといけないのに、自分が支持している後継者がこんなもんだから、すごく立場が困るようになりますよね。でその中で、味方であった、神徳王皇が病気で亡くなりまして、これによって、ジョンはさらに大変な戦いをすることになります。 で、結局、ま、いろいろありましたけれども、ジョン,ドジョンはイ、イヴァンゴイヴァンイ、イヴァンガン、そしてイヴァンオンなどを結局殺そうとする計画を企みます。で、その時に誰よりイヴァンオンはこれに気づきですね、逆にジョン,ドジョンを殺してしまいますよね。で、その後、イヴァンオンはこの勢いで、後継者であるイヴァンソク、そしてイヴァンボンまで一緒に殺してしまいます。これが、あの、有名な 第一次王子の乱ですよね。これに関してはとっても話が多いので、いずれかまた動画で説明したいと思います。で結局、この第一次王子の乱によって、イーソンゲはすべての権力を失ってしまい、自分の友達、自分が大好きだった家族、子供をみんな失って、一人ぼちになって、 結局、イバンオンの言いなりになりますよね。なので、後継者は、現在、長男であるバンガにすると言って、この当時、長男であったイバンガが第二代を長女になりますよね。もちろん、これはイバンオンの計画通りだったんです。実際、イバンオンが権力を握って朝鮮のことを 指揮することになりますが、余南であったイヴァンガンがイヴァンオンに不満を持って、またクーデターを起こします。これが第二次王子の乱ですよね。第一次からちょうど2年後の話なんですけれども、正直これはイヴァンガンが 何で起こしたのか意味がわからないぐらい、まあ本当に負けるのが確実なクーデターだったのですぐ死圧されて、ただイバンウンはこの時にやっぱり自分の真の兄弟であるイバンガンは殺さずに関係者をみんな残酷に殺します。 で、この第二次王子の乱によって、イバゴンンにはもう敵はいないことなので、第二代王、ジョンジョンはイバゴンンに王を譲り、三代王、テジョンが歴史の舞台に現れます。実際はつまり、朝鮮という国はイーソン家が作りましたけれども、その最初の王としてふさわしいのはやっぱり三代王、テジョンということなので、その子孫たちはこの三代王、イバゴンオンに手という漢字をつけたことになりますよね。 で、ここでテジョンが王様になったので、もう敵もいないので、そのまま。 王様として政治をしたら良かったものの、手順は王権に邪魔になるような可能性がある人たちは皆殺しします。手順が王様になる時に一番力を貸してくれたのが奥さんであった、王郷王子、民氏なんですが、実際この民氏は手順の師匠であった、民子の娘だったんです。つまり先生の娘と結婚をしたんですが、この時にこの民氏家門は手順が王様になるために色々活躍してくれたんですよね。 中では、この民死の兄弟、民無愚、民無知、そして民無比、民無兵がいました。けれども、テジは、この自分たちを手伝ってくれた。この家族をみんな追放して殺してしまいます。つまり、国産の兄弟をみんな殺してしまいます。これを見たお父さん、民知恵も、病気で倒れて死んでしまいます。 自分の旦那の成功のためにいろいろ頑張ってくれたのに、旦那が成功した後は自分の家族を皆殺ししたんですよね。それで、オンギョン王国民主はすごくキレて、まあ、この後からは一回も二人は同じ寝室を使ったことがないと言われるぐらい仲が悪くなります。テジョンの虐殺はそこで終わらないんですよ。テジョンの息子には四大王、セジョンという人がいましたね。このセジョンの性質、実際、 朝鮮の王妃のロールモデルになると言われるぐらいの相応のワンゴシムシがいましたが、このシムシのカモンにはやっぱりシモンというとても有名な人がいましたけれども、テジョンはこの人を含めてイシムシカモンを皆殺しします。テジョンは朝鮮の王権に脅威になるような人たちは何も問題を起こさなくてもとにかく全部殺しまくったんですよね。なので現代の韓国人にとってはこのテジョン、イバゴンはザ・スレイヤーと言われるような人なんです。 その後、手順の縮正の話をしたら終わりがないけれども、とにかく、王権に脅威になりそうな人はみんな殺しまくるようなイメージがありますね。いずれか時間があったら、王子の乱も含めて、こういった話も詳しくやりたいと思います。 じゃあ今日はここまでです。朝鮮最高の粛成好きな王は誰でしょうか三大王のテジョンでしょうか中九大王のスクジョンでしょうかそしてまた候補がいます。七大王のセジョン、そして十大王のヨンサン軍、十五大王のカンヘ軍。この人たちも私からはすごく話が多いので、いずれか全部動画で皆さんに紹介したいと思いますが、特に私はカンヘ軍の話が好きなので、次はカンヘ軍の話もしてみたいなと思っています。じゃあ、 표어머 키이트그레て 여러분 진짜 진짜 고마워요 안녕.